はいどうも、キスケです。今回ですね、ドラゴンボールレジェンズ実況始めていくんですけども、皆さん V ジャンプの情報を見ましたか？人造人間18号と人造人間17号、実装確定となってますね。公式より確定の情報が出たんですけども、つまりですね、セルが登場することも確定したっていうことですよね。うん、フリーザー編が終わって人造人間編に入ったっていうことで合ってると思うんですけども、今回はですね、セル、ほぼ確定ということで、まずはね、人造人間18号、人造人間17号、実装されるんで、そちらのねステータスちょっと一緒に見ていこうかなと思います。よろしければチャンネル登録、高評価ぜひともよろしくお願いします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローぜひよろしくお願いいたします。それではまず人造人間17号から見ていきましょう。こちらです。こいつですね、まだ何色か分かんない状況なのかな。分かってる人いたらちょっとコメント欄で教えてほしいんですけども、人造人間17号タグ人造人間で、こいつの能力ですよね、バリアで無力化できるんですよ、攻撃をね。ライジングラッシュ以外の攻撃を全て無力化できるって書いてあったので、結構強いんじゃないかなって思います。で、気力回復が非常に早いキャラクターになってます。まあパンと一緒ですよね。で、まあその代わり攻撃ステータスが低いっていうことで、結構防御、まあサポート側に適したキャラクターになるのかなと思います。うん、まあパンもねサポートキャラとして、SP キャラで出てるんですけども、人造人間17号もパンに引き続き気力回復の早い、サポートキャラと、なってるのかな。はい。で、バリアで無力化、これ特殊アーツになるんですけども、結構強いと思うんですよね。で、その特殊アーツ発動する気力コストっていうかな、それが結構多いらしいんですけど、まあその分気力回復が早いので、まあ、そこで補っているというわけなんですよね。うん、いやこれはね非常に楽しみですね。で、これが何色かによってまた評価が変わってくると思うんですけど、今の枠だと、青色はねやっぱりブロリーがやっぱり今日の時代なんでちょっと難しいのかなと思います。はい。で、緑もねピッコロが強い。だから何色に来れば強いんやろな。赤とかに来れば結構強いかな。はい。ということで、お次は人造人間18号を見ていきましょう。こちら人造人間18号になります。タグ人造人間と女戦士、この女戦士っていうのがパンしかいなかったんですけども、人造人間18号が登場したことにより2体目の女戦士となりますね。なのでパンのね、女戦士の打撃攻撃力だったっけ、まあ、そこら辺の、まあ、ステータスをアップさせる能力が、人造人間18号がいると、まあ、こいつにもかかってくると、いうわけですよね。はい。まあ、いつか女戦士パーティーとか、そういうデッキが結構強いみたいな時代が来るのかもしれないですね。はい。で、何が強いかっていうと、打撃攻撃力がめちゃめちゃ高いらしいです。はい。まあ、さすがにブローリーよりかは低いと思うんですけど、ブローリーに次ぐぐらい打撃攻撃力が高いって書いてあったので、結構打撃コンボを入れるだけで相手の体力を一気にゴリッと削ることができるんじゃないかなと思います。はい。まあさすがにね、そのブローリー、まあ青色枠では出ないと思うんですよね。だからどの枠で出るかによってまた評価が変わってくるのかなと思います。はい。で、アタッカーに特化してるので気力回復が遅いらしいですね。ただこの辺はパンとか、まあ先ほど紹介した人造人間17号ですよね、まあ、この辺と、一緒に PVP 回って、気力回復速度速いやつに交代して回復して、人造人間18号で打撃アーツのコンボを決めていくっていう動きが、結構強そうに思うんですよね。なのでまあぜひとも人造人間18号と17号、まあ色は被りなしで、お願いしたいかなっていう感じですよね。まあ、僕がお願いしたところで変わらんと思うんですけども、で、ちょっとね、まあ、一つも贅沢な文句というか贅沢な文句があるんですけども、ガチャの頻度結構高くないですか？ガチャの頻度が結構高くて課金してる人だと結構辛いもんがありますよね。まあ、僕もまあそんな課金してないけど、まあ、2、3万ぐらいは課金してるんですよね。いや結構な金ですよ、金額ですよ。2000万課金してるして、まあ、フリーザとかターレスとか引いてるんですけども、これが8月中に
実装されるって書いてあるので、まあでもね、フリーザの時って7月実装って書いてあって6月に実装されたんで、もう少し早い可能性もあるんですよ。7月の終わりらへんに実装する可能性もあるので、結構これしんどいですよねしんどい。医師もそんなに集まるかって言われると、まあ1000ぐらいでしょう。うん、1000とか2000とか、まあ、前回のターレスのガチャとか引いた人なら、まあ、500とか800とか、もうそれぐらいしか意思ないんちゃうかなと思うんですけど、まあこれはねいいのか悪いのか正直わかんないんですよね。ガチャの頻度が高いっていうのは、うん、1ヶ月に1回ぐらい別のガチャが来てるんで。いやーでもね、まあ PVP の環境が、コロコロ変わるっていった面では非常にね、飽きずに遊べるのかなと思います。はい。でこれに加えてセルが登場するわけでしょう。いやセルは欲しいでしょさすがに。まあ、フリーザもね、正直その動きを封じる能力がちょっとね時間短すぎて、強いか弱いかって言われると強いと思うんですけど、まあ、めちゃくちゃ強いかって言われるとそうでもないと思うんですよね。うん、なので、まあ、それに変わった、セル、もうセルを引いとかないと損だよっていうレベル、まあ、だからブロリーレベルですよね。ブロリーレベルのセルが来ることをちょっとね期待して意思をねちょっと貯めておかないといけないなと思います。はい。ただ人造人間18号も僕めちゃめちゃ好きなんで、これも引いておきたい。また金が飛ぶのかっていう感じですね。はい。まあ、人造人間18号引いてレベル1000とかにしたらね、PVP で運用して紹介していこうかなと思うんで、その時はよろしくお願いいたします。はい。ということで今回もちょっとね PVP 回っていこうかなと思います。はい。それでは対戦やっていきましょう。相手結構レベル高いですねレベル高いな。どうしようかな。こういう感じでいく。うん、行こうか。さあやっていきましょう。射撃、突っ込んでいくと、ほい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 。で交代の時間をちょっと稼いでいこうかなと思います。ほい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 、突っ込んで、ほいほい、あーダメか、入れ替えてと。全然食らわんよ。ほい、避けた、ほい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 、ラッシュラッシュラッシュで変えてと。避けた、ほいほい、あーダメか、これ必殺技まで入んな多分。あ、入んないか。ほい、じゃあ入れ替えていくか。ほい、避けてと。ほいほいほい、カメハメハまで行きましょうか。じゃあ入れ替えてと、避けてと。ほい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 、でまあライジングラッシュまで行くかこれ。ここのラッシュはちょっと食らいましょうか。あーちょっとまずい。射撃で、いやーピッコロ落とされるのちょっと嫌やねんけど、イエスラッキーライジングラッシュ。あー入れ替えたか。まあ必殺技で対抗しましょうか。いやーこれかわせたんでかすぎる。ガッハッハ、うん、あ、入れ替えれない。入れ替えてと。避けてと。ほい、ほい。突っ込んでと。ほい、ほい、ほい。しょいしょいしょい。よっと。さあ、これも入れ替えていこうか。さあ、お互い、ライジングラッシュを外していく。さあ、体力回復。ほい。避けて。ほい、ほい、ほい。射撃と。ほい、ほい、ほい。で必殺技貯めてここまで打ちましょうか。ほい、あマジ今の当たらへんのか。入れ替えるか。よっと、危ない、避けてと。ほいほいほい、元気玉、まあ、よっとドーン、ピッコロに入れ替えて回復挟んでいこう。うん、ほい、あミスったお前気絶してたんか、見てなかった、気絶しよった。ほい、避けた、ほい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 、時間稼ぐか。ほい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 
ほい、前に詰めて、ほい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 、よし、前に詰めて、ほいほい、あー、これはダメ、これはダメ、ダメか、射撃で、ほい、突っ込んでと、さあバトルですよ、ほい、あーこれ微妙か、あー強いなー、みんなうまいっすねこれ、どないやってんの、教えてくれへん、タップ、ほい、ほい、ほいと、入れ替えてと、ほい、避けてと、よいしょと、ライジングラッシュ行きますよ、ライジングラッシュ2回目、なるほど、まあでもこれピッコロは落とせるでしょう、多分さすがに、ほいほい、よし、危ない、さあこれ結構いい勝負やな、え、落ちるよな、さすがに、カチカチ山のタヌキさんか、こいつマジでたまらんな、ほい、避けてと、ほいほいほい、オッケー、しっかり落として射撃、これはしゃあないな、射撃、射撃、よし、悟空さんに入れ替えて、危ない危ない危ない、さあどうするか、これ避けて、さあ謝っても許されるぞ、ギリギリの戦い、あ食らっちゃった、ほいほい、くっそマジかこいつ、ほい、避けれる、避けてと、あーこれも避けられちゃうんか、いやーギリギリの戦いやなこれ、うわマジマジかー、これ当てれるかな、拳で対抗するか、これ外れればでかいんやけどな、ほいほい、あー残念、これはきついですわ、ちょっときついわ、畜生ってなるわそら、ほいほい、よっと、ほいほいほいと、さあ1対1、よけれないかー、マジか、大変ありがとうございました。さあ対戦よろしくお願いします。うわレベル高いっすね相手、どうしようかな、青こうこうって感じでいこうか、はい、さあ対戦よろしくお願いします。うわよくれない、残念、すごいねソウルブースト溜まってるんですよね相手、これはさすがに受けてと、これ赤に交代してくるよな、まあこれはちょっと落ち着いてと、ほい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 、よっと、入れ替えてと、ほい、もうスラムダンクの赤木かっていうぐらいねゴリラ並みにねやってるんだよな、ほい元気玉いこうか、よっと、おマジか、よくれたかさあ早急に回復使っていく、本当の戦い、避けてと、射撃射撃、よっと、ちょっとタイプ相性がよろしくないですね、ほい詰めて、ほい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 、入れ替えて避けてと、残念、ライジングラッシュ行こうか、ライジングラッシュ、よーし入るね、完璧、あーでもな不利なんだよなこれきついぞこれ落ちないぞ絶対、カチカチガッチガチこいつマジでマジでガチガチ、避けれないか、まあまあまあ避けてと、よっとずらしてと、 OK、そうだよな、変えてくるよな、ほい、まあここは突っ張ろう、で入れ替える、避けてとずらしてと、ほい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 、
ほいほいほい、よし。で、回復詰めておくか、これで。で、青に変えて、避けて、ずらして、ほいほいほい、よいしょ。よいよいよい。あー、そっちに変えられちゃうとちょっときついんだよな。これほんまあれですね、メインアビリティ使ってちゃんとやっておきたいですね。これ変えれないんだよな。避けれないか、残念。射撃で当たればでかいな、残念。あー、一瞬ね、必殺技をしたのかなっていうのが頭によぎったんやけどな。まあ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 、いいでしょう。いやー、しっかりね、ベジータに変えてライジングラッシュ決めるべきやったね。残念ですな。まあこれは大丈夫で、しっかり避けて、ほい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 、気力を貯めてと。まあこれはしゃあないですね、いけましょう。さあ2回目のライジングラッシュも決めていきたいんですけど、うわー強い、勝てこいつ、硬い。後ろにステップしてと、ほい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 、詰めて、ほい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 、いけるか、うわー、どれゴリ押し、ゴリ押し、ゴリ押ししかダメだ。必殺技いかないか、あ、マジか、よく蹴ってと、ほい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 、よい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 よ、前に詰めてパンチ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 、ピッコリに変えてよく蹴ってと、パンチ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 、前に詰めてパンチ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 、前に詰めろ、パンチだパンチ、引くな、詰めろ、よよけた、大丈夫、ここは安心してよけてと。で、魔漢光殺法、ほい、前に詰めて、ほいほい。ギリギリの戦いだな、これきついぞ。よけた、ほい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 、よし、ギリギリ。ベジータに入れ替えて、ちょっと属性相性が悪い悪い悪い、射撃、こらダメだ、先、よい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 、前に詰めてピッコロに変われるまでちょっと時間を稼がないと、まずい、ピッコロに変われるまで時間を稼がないと、まずい、ダメージカット、これいけるか、ダメか、いや落ちない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 、射撃、これ避けれない、うわーきつい、射撃と、で気力を貯めて、タイプ相性がよろしくないんですよね。あー、まずい。対戦ありがとうございました。素晴らしい力だ。さあ対戦よろしくお願いします。さあこれは、いや赤から行くのはないな、青赤、あー緑で行くか、よし、対戦よろしくお願いします。さあやっていきましょう。グロリーか、入れ替えてと、よ、避けて、ほい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 と、でピッコロに入れ替えるか、はめて避けて突っ込んでと、ほい、まあドラゴンボールをちょっと積極的に貯めていきましょう。で悟空さんに変えて避けてと、ほい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 と、で悟空に変えてと、気力を貯めてブロリーに変えてくるんだよな多分、そうだよな。で避けてドラゴンボール貯めてステップ、パンチ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 、でピッコロに変えて、よし、ほい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 、このピッコロはちょっと受けるしかないですね。ちょっとこれは受けましょう、しゃあない、ほい、避けてパンチパンチパンチ、魔漢光殺法、よーん、入れ替えてと、あ、回復使っていく、これはまあでかいっちゃでかい。ドラゴンボールしっかり貯めていきましょうか。ライジングラッシュいくか、おい、よし、ナイス、ありがたい、ありがてえ、これ落ちないかな、落ちひんかな、これって落ちなさそうやね、不利やもんな、は、落ちろ、うん、残念、まあでもいいでしょう。入れ替えて避けて、よし、
横ステップ、ほいほいほい、攻撃をちゃんとずらしてと、殴って殴れ、ダメか、変えよう、入れ替えて、うわーガシャ、まずい、これは避けれる、避けてと、よし、ここで避けれたのはでかい、これは食らいましょう。さあふい、お、動いてないな戦意喪失したか、戦う気持ちが落ちたかもしれない、これは入れ替えよう、うん、ちょっと有利でブローリーの攻撃食らうのはちょっとさすがにきつい、避けれるんじゃない、避けてと、変えてと、ほいほいほい、被弾、パンチと、これで落ちるね、ほいほい、よったで、回復挟んでいくか、回復、これがお前の実力か、パンチ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 、よしさあこれはもう悟空に変えてと、あ、戦うちょっと気持ちが折られたかもしれないこれ前に詰めてと、ほい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 、ちょっとラグいのか、ほい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 、よーし、対戦ありがとうございました。これ以上戦っても無駄だ。はい、お疲れ様でした。今回ですね、まあ、18号17号実装に基づいてもうセルがほぼ確定で出てくると、いやー非常に楽しみですね。緑属性なんかな、色通りピッコロも緑やから緑って感じなのかな、ただまあピッコロの黄色とかもいるしね、まあその辺はちょっとわかんないんですけども、まあ今後ね、セルが実装されるまでちょっとね、石を貯めておかないとダメだなっていう感じで、はい、それではよろしければね、チャンネル登録、高評価、ぜひともよろしくお願いします。それでは、よき、ドラゴンボールライフを。バイバイ。